八村邦弘は江頭2時50分が二重になっても気づかないのか、体を張って確かめたい。じゃあ江頭さん、はい、お願いします。昭和の映画俳優みたいな。激画目力激画の普通の顔しました。普通だよ。ニコってさすがに気づくんじゃないですか。気づくかな。綺麗なジャイアンが綺麗なジャイアン。確かに。わかりますかね。どうですかね。だから僕らは今意識して見てるんであれですけど、意識してなかったら気づかない可能性もありますね。ちょっと楽しみだね。今日街ブラなので、この後マスクして行くので目が目立つのかどうかですよね。気づくかな。行きましょう。よし。じゃあ当たろうか。これから行ってくるぜ。やっぱ目の輝き違う。どうも。いや、あいつがもう通ってやる。入ってる。そこついた。ついちゃいけないんだ。じゃあ行きますか。はい、はい、今日早いシャルゲストの松村邦弘さんです。あ、どうもよろしくお願いします。いや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 鍋横ロケ。あ、鍋横僕はね、僕は未だに中野に住んでますからね。俺も中野ですよ。まだ中野住んでるの。うん、出川さんもこの辺でしたからね。そうなんですよ。なんか若いやつが来て、うん、松本の家はどこだって言われて、めんどくさいから出川さんの住所をこっち行けって。あの電波少年、はい、出川上がりの頃、そうです。クリーニング屋の隣が出川さん家だって教えましたよ。鈴木商店のお嬢さん、こんにちは。こんにちは。出川ちゃん、お願いします。2時50分です。撮影 OK？ 大丈夫ですか？大丈夫？ここシューマイ美味しいですよ。今食べれる？お店では召し上がれないことになるんだ。はい、お持ち帰り屋の専門で。じゃあさ、松村君、うん、松村君が許可取って、うん、それ食べれるところで食べようで。ああ、いいですよ。スーパーならいいかな。全く目に対しては何もないです。まだ気づいてないね。松村さんの、あ、こんにちは。どうも。ここはね、水道橋博士もよく来てね。そうだね。ここのサラダで痩せたんですよ。ここね、ドレッシングがいいのよ。これがいいの。ウィスパーってお店のドレッシング。サラダよ、2つ。2つ。特盛りします。いつも。目玉焼きも入れて。大学が実は一緒なんだよ。九州産業大学の俺が先輩で後輩なんだ。僕が後輩ですね。何個下になるんですか、大学で言うと。俺55だから。僕今53だけど、僕高校4年行ってますんで。だから大学の中では教えてなかったんですよね。ないです。一番最初はシャープ寄せ。シャープ寄せであったんですかね。シャープ寄せっていう市ヶ谷の、はい、寄せね、はい、あったんだよ。初めてあったの。そのシャープってあるんですか。元気の、うんうん、元気の。そこが寄せをやってたんですよ、うん、へー。そこに松村君とローカーホールに来たんだよ。へー。俺知ってたんだよね。あ、そうなんですね。あの、たけしさんのモノマネをする珍しい人がいる。はいはい。その頃たけしさんのモノマネする人なんて全然いなかったんだよ。それを最初にした人なんだよ。九三大って言ったんだよ。はいはいはい。これも九三大って言ったんだよ。そこでへー。松村君九大そこすぐ辞めました。はい。俺もすぐ辞めました。辞めた人が多いんですよ。あとエビちゃん。エビちゃん、エビやらエビ、エビやらエビちゃん、あっち、はい、すごい Q3 台って言わないんだよ。そうですね、言わない。
江頭と一緒っていうことがバレると、すげえ落とされるから。そうですね、江頭さんも佐賀出身って言うなって言われてますもんね。そうなんだよ、もともとは。佐賀出身ね、そうだね、そうだ、これだ、お父さん亡くなったんですよね。そうなんだよ、ありがとう。松原君、うちの親父が亡くなった時に何回も電話かけてくれて、松原君ってものすごく律儀な人なんだよ。もう何回も何回も来る。江頭さん大丈夫、行かなくて大丈夫、いやそこまでしなくて大丈夫ですよ、そういう律儀な男なんですよ。もう昭和の人、昭和の芸人。その後関東宝組でビバリーヒルズっていうラジオをやってて、宝組夫さんと松村君と松本明子ちゃんがあのパーソナリティと勤めてる、お昼のラジオをやってるんです。それが爆発的に人気を得て、それで松村、松村と言われてる。だから宮尾さんはずっとこう全然売れる前からもう映画ちゃん映画ちゃんって言っても、映画出せ映画出せって言ってね、弱ってる芸人とかね、苦しい芸人とかでもね、こう好きな人が好きなんですよね。面倒見てくれるんですよね。あまりこう尊敬感情なしにこう何も見てくれる、あとやっていいんですよ。宝宮尾さんの番組で、俺が福島の鮫川ってところに冬川に鮭を取りに行ったことがあって、初めて高田先生と一緒だったんですよ、松本明子ちゃんと。その時に何か東北に来てたから何か起こさないといけないと思って全部抜いて鮭と一緒に鮭の川の方に行ったんですよ。そしたらみんな笑ってくれたんだけど、このぐらいじゃダメだと思って、お寿司焼け、お寿司焼けをしたんですよ。そしたら、トースポがパチリと移して、それがトースポにドーンと乗って、ここまでしないと食えない大川コーデ。でもあれよかった、トースポの鮭、俺エガちゃんがやってくれたのがね、俺は良かった。あれでフューチャーされたんですよ。今なかなかコンプライアンスで鮭できないんだ。いやコンプライアンスどうのこうのじゃないですよ。当時もあった。その頃の吉澤さんってトースポの記者、もうものすごく偉くなってるもんね。鮭。鮭ってないけど。鮭ってないけど。業績上げたじゃないの。もうそうしたね。いや、エガちゃんの鮭っぽいよかったし、あの頃さ、ビバリーヒルズでイベントやってること、九十九里浜とかで夏とか、海の家でこう暴れたりすると、みんなで花火大会やったりね、暴れてたね、投げたりさ、俺、一瞬、火炎瓶が飛んでくるのがね、風呂入ってたら全部気にしてね、もう花火が全部飛んできたけど、浅草キッドの2人がいますもん。え、キッドの2人が、なんかやってくるんだよ。花火やってくるんですよ。カツラ KGB とかやってたね。誰がカツラか。当てるっていうのはね、いろいろ言えなくなるけど、昔はバンバン名前出してたから。いやいやいや、散歩って風が強い日はオンラインですよ。ゴルフやってこう、こっちがクッって言って、ここにこう、つもりしかないとんがってたね。とんがってた。やっぱり戦友ですか、お二人が。戦友ですよ。そうですね、戦友。来ましたよ、この松村さんの松村君、しょっちゅうこれ作ってるの。これがね、あのダイエットしてる時は特にこれ、これで体重落としたようなもんです。このドレッシングが美味しいんですよね。いやー、これがね、ウィスパーのドレッシングうまいな、これ。ちょっと食べて。いただきます。いただきます。松村君、俺外見的に変わった。なんか、ゴールドタウンでるからですかね。もう一瞬分かんなかったですね。本当ですか。変わってない変わってないけど、なんか落ち着いた感じもいいですね。いい、ありがとう。ガッピーもガツとかね、違うよ。よろしいよ。違うよ。なんだっけね、あのね、あの新宿のね、ランマルっていうお店があって、そこってダンスもしながら、まあ、あのクラブのお姉さん、綺麗な美人の、まあ、可愛いお姉さんがいっぱいいる新宿のお店があったら、そこのダンスのショーとかもあるんですけど、そこでね、ものすごくいいダンサーの人が最後の日だったんですよね。それでもみんな涙流して、あのダンサーの方がね、大
最後だからってもう涙流してね、お別れの日ですって言った時の日に全裸でエガちゃんが踊り出してめちゃくちゃにして帰ったんだ一緒に踊ったんだよ全裸でそしたらすっげえ怒ってて最終回の人がこっち来て、エガちゃんが私最後だろボロボロにしてちょっと殴っていい客の前でバーンって殴られたちなみにお二人でロケした中でなんかすごい過酷だったみたいなことありますか今まで話したじゃん、はい、その後俺と松村君って離れるんだよ松村君が熱波少年、はい、俺が朝やんっていう、はい、二大巨頭に分かれるんだけど、はい、悪人大巨頭もありますもんねそうそれは第1回目の時にそうか全然やりで亡くなったんですよ陰謀に火つけてさらに亡くなられて結構多いですね首になったんですよあのトルコの前触れみたいなの結構やってましたね日本とトルコの関係をエガちゃんが崩したって言ってましたそっからしばらくはもう会ってなかったんですかいやビバリーヒルズとかで会ってたんだけど、うん、電話ぐらいだよねそうですね松村君がマサヤに出ることもなかったし、はい、俺が電波少年に出ることもなかったし、うんうんうん、なるほどマサヤはよく見てましたけどね内々の岡村君とかもちょうど出始めでマサヤは来るとはある意味ねあの後からあのオーディションの女の子の鈴木さんとかもあの番組のことを言う人にしてるんですけどマサヤってなんかルーさんと清水美智子さんの家族の中にこうみんな入っていくうん僕らでもね、朝焼の企画では、ね、一番すごいのはエガちゃんのね、グランブルー尋常ではないけど、もう何でもとにかく売れてやろうっていうエガちゃんのね、心がねあのグランブルーに暴れてねそういうこともう死んでもいいと思ったんですよね2分48秒でくらい3分14秒4分14秒でしたっけ4分14秒ね水の中に入れられます4分14秒だときもうタマさんも泣きながらもうやめろあれ僕ね事故になってもねもう今エガちゃんも生きてるのか不思議なぐらいあのグランブルーはエガちゃんのものすごいですよあれで生きてるんだもん今あのグランブルーはね普通の人間で耐えられませんよ俺実家で帰ってみたけどすごかったですねあれ実はテリー伊藤さんが最初解決させる水中に一度目やってたのはうわ初めだったかだからそれと俺を戦わせるそういう企画書を出してたんですそしたらテレ東がこれは使えないテリーさんはねやっぱりこうやって無茶をガンガンやってましたもんね、うん、とにかく面白いことのためなら何でもやるような人なんですよそのテリー伊藤さんの下で弟子が頑張ったのが鉄板少年の土屋社長さんだからちょっと今松村さんトイレ行ったんで帰ってきたらバラしてみましょうかバラしてみましょうか松村君はい何か変わったことないエガちゃんなんか優しくなったね顔が変わった整形したでしょ目が二重ああそう言われてみると今思ったあります、うん、目が二重だね顔が違うなと思った今日あの時あれしばらく見ない間にこんななんか柔らかい顔になったのかなバレたー松村君が気づくかどうかっていうのを検証してたの、うん、どういいね、なんかちょっと可愛らしいっていうか爽やか営業妨害だし営業妨害だけどそれはそれでいいんじゃないもう50過ぎたし爽やかエガちゃんももう大吉さん、うん、エガチャンネルどうですかエガチャンネルなくだらなくて面白いもんねそうやってバカやってられてバカ野郎お前な企業までこれができないのが悲しいね大吉さんの東川さんの方はどう思ってたんですか、ね、暴れん坊でいいね動きのいい暴れん坊だから50過ぎても60過ぎても今のまま走り回ってほしいねじゃあ次行こうおう、どうも負けろ